それではエルメスの服プレゼントカラオケ採点予想抽選会、続きをどうぞ。ちょうどこの日はですね、前日にジャグリングのパフォーマンスがあったので、ちょっと喉の調子が悪かったです。声の調子が良ければな。大きな思いがね。ちなみに声が出やすくするためにカラオケ採点をやる前に2曲だけ違う曲を歌ってからカラオケ採点に臨んでます。その手にいつしか夢をつかむ君に、僕ができることはただ一つ、君がこの道の果てに目を伏せてしまっても、こっちだよって手を叩いて、君が前を向けるよ。防ぐためにですね、わざとビブラート長めに歌ってるんです。でもあんまり効果なかったんですけどね。加点が全然なしですね。まあ、そこそこ来い、そこそこ来てください。そこそこお願いします。そこそこお願いします。何点でしょうか。さあ点数は、89.452。ああ大台には乗らなかったけれども、ありがたい。いやー、 89.452、 素晴らしい。ありがたい、ありがたい、ありがたい。はい、いかがだったでしょうか。採点点数が 89.452、 中途半端。今回予想していただいた皆さんの中から一番近いのがルリデンさん 89.553、今回は僕のブログも定期的に見ていただいてますし、コメントもしていただいてますので、ルリデンさんにエルメスの服をプレゼントしたいと思います。はい、まあそれは置いといて、皆さん全体的に点数が低すぎます。カラオケの採点、歌ったり歌わなかったりしても65ぐらいは出るんじゃないですかね。今回一番低い人でタツリンさん、なんと 49.924。 ひどい、低すぎ、見たことない。もう少し皆さん期待値を上げてほしかったですね。まあ一度皆さんもカラオケ採点やってみてください。それでは次なると